ックのプップップ。皆さんこんばんは。まいです。ヨンです。2人合わせてチェリップです。さあ6月8日はチェリップのプップップ始まりました。始まりました。この番組は休日の人だけランチェリップでプップップ探す番組です。はい、今日のテーマは雫ということで、うん、このテーマについて一言お願いいたします。といえばもうミヨンでしょ。なんでやねん。あ、いいよこれ言えるよ理由。あのね、なんでミヨンの誕生日月が6月だから、うん、雨のしずくと、うん、あの泣き虫のしずく。おー言えた。どうですか。いや、もうミヨンに関しては合ってるかもしれない。かけれてるかけれてるかけれてる。番組の、うん、あの内容に関しては別にそんなに関係ないですよ。ミヨンはそれ以外ないよ眉の中で。ごめんけど。いやでもね、ミヨンといるうちにね、ミヨンの涙もろさが眉に映ってきたらしくね、うんうん、それなもうね、前半ぐらいで映ったへんもう前半で映ってるもん、うん、そうそう。いやミヨンの雫とか言ってますけど、眉もよく雫を流してるところを見ますけれども、うんうん、まあ、ね、まあ、今日のテーマは、まあ、ミヨンはそんな関係ないです。ないのかよ。なんで6月のくせに。関係ないですな、ね、なんで、まあ、6月ということに関しては関係してるかもしれないので、うん、いい皆さん一緒にこのテーマ、どういうふうに関係してくるのか本編を楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。それでは今日も最後までよろしくお願いします。一人ではなかったから見えた景色、頂きの景色。イオン。はい、このコーナーはですね、うん、先月の振り返りを簡単に言うとしていきます。で、まあ、頂きの景色、ライブ会場とか行くとね、うん、まあ、ステージにミヨンたちはいるので、そうじゃ、ね、まあ、一番ね、もう高いところから景色を見させていただいているわけですけれども、うん、まあ、そのね、頂からの景色を見るためには、もう皆さんだったりスタッフさんだったりの力がもう必ず必要なわけですよ。そうですな。なので、うん、そうやってね、皆さんの力で立てたステージ1個ずつ振り返って、okay. そして、今月6月も頑張って活動していこうじゃないかという、うん、えいえいと、そういう、まあ、意識を高めるコーナーでございます。うん、そうだね。5月はね、皆さんもご存知の通り激動の1ヶ月でございました。うん、まず、ね、2日に、定期公演がございまして、うん、こちらで、チリップ8月末をもってアイドルを引退する発表させていただきました。ね、この発表をね、ツイッターで見て、最後、うん、ちょっとどうしても声をかけたくてっていうことでわざわざ、突破にだけ挨拶を来てくださった方がいたりとか、あのツイッターやホームページの反響もすごくて、うん、改めてこの7年本当にたくさんの方に関わっていただいて、ね、この発表をするに至ったんだなと思うと、うん、まあ、もう喜んでる人はなかなかいないと思いますけれども、ミヨンたちも、まあ、そんな喜ばしいもちろん気持ちではないですけれども、うん、そういう意味ではいろんな人と関わってこれたんだなという意味では、うん、なんかそういうのを感じたという意味ではやっぱりちょっと、ね、感慨深い、うん、感慨深いし、そういう、うん、その意味ではなんかちょっと嬉しいじゃないですけれども、ね、うん、なんか改めてチープここまでやってきてよかったなと思った出来事でございましたよ。ありましたね。そして、そこからね、まあ、ゴールデンウィークじゃないですか。まあ、言ったらさ、本当ね、5月初めはね、ずっと、まあ、5月のゴールデンウィークはあれでしたね。なんていうの、地元でなのでイベントをやってましたね。全部地元だね。あれ全部地元だ、うん、本当だ。なので次のヒアラフズさんの主催ライブで梅川のね生誕とかあったりとかしたりして、やっぱりこうやって地元でイベントがもう昔そんななかったのを考えると、こうやってなんていうの、祝日とかお休みの日にアイドルのイベントがいっぱいあるっていうのも感慨深かった。うん、すごいよ。そして次の週はタワリコナンバ店さんの定期行きました。行きました。でこちらは佐々木先生、佐々木先生だ、ゲストで、うん、来てくれたね、来てくださいまして、で夜は DJ のイベントもね、うん、させていただいて、でそちらは次の日のタレコのヌーチャー、うんうん、梅田ヌーチャーでお世話になる澤さんも参加してくださって、
まあ、ある意味ちょっとこうカオスな感じの感じだったよね本当にそうそうイベントを、うん、いたしました。いいですね、ミオも。そうそうそう、なんか新鮮でしたね、これアイドルって感じじゃないイベント。本当新鮮、本当2日間を通して、うんうん、そして夜チリップ次の日はね大阪って駅もあったりとかして、こちらはあのイエハピさんがゲストに来てくださって、本当に満員のお客さんと一緒に、うん、笑いあり涙ありの楽しい時間過ごさせていただきました。いや、そうだ、本当だ。そして一周飛んで、次の週ですね、うん、あのカノーバの店長三上さんがまたチリップとバンドファンキストさんをつなげてくださって、楽しかった。あれもすごい楽しい、うん、あのやっぱりジャンルは関係ないんだなっていう。関係ない関係ない全然。お客さんもすごい皆さん楽しそうに見てらっしゃったのが印象的でしたし、そうそうそう、うん、そして次の日、そしてその次の日と、東京から小林智美先生、そしてカード選手アーネスト、そしてシンガーズ石川愛香ちゃんやってきてくださいまして、イベントをしました。オカルトのねイベントで、それこそミオがポロポロと大号泣をしたり。大号泣すぎやろ。そして次の日はあのリリーユマイデルちゃんとカノリンが来てくれたり、あと地元のねアイドルの子たちもみんな集まってくださって、アイシカね対バンもできて、あれはなんかすごいみんな最初からずっと楽しかったっていう風に言ってくださって、でも楽しかったやん、やっとる方も、うん、めちゃめちゃ嬉しかったな、うん、よかった。でちょっと夜ね時間もありましたので、皆さんのご協力のおかげで、あの美味しいご飯もみんなと食べれて嬉しかったですね。でこれでもう、でも5月はこれだった、5月はこれで最後だね。もうその次の週から6月だから。うわそうだよ、え本当だ、早いね、本当早いね。いだからどの現場に行ってもね、うん、なんかこうやっぱり5月の頭に発表したから、そうだね、いや残念とか本当に悲しいとか、でもそれまでいっぱい会いましょうねって、うん、まあ、そうそうそう、ファンの人もだしアイドルさんにもすごいたくさん声をかけていただいて、うん、そうだね、うん、なんかでもまだそれでもあと4ヶ月あるからっていうので、そうそうそう、逆になんか4ヶ月っていうなんかちょうどいい時期だったのかな、みんなに、うん、なんか急で急すぎもないしね、うん、まだあるっていう時期に、うん、この時期に発表してくれて、あとはそれまでそういうこと全く感じさせずに一人活動してくれて、そうだね、うん、でだからなんていうの、なんか不安な気持ちとかモヤモヤした気持ち個人個人にあるかもしれないけれども、うん、なんかチェリップらしくなんかすごくすっきりとした、そうだね、あの引退発表してくれてありがとうっていう声がたくさんで、やっぱり反応がねどうなることやらと思いましたけれども、ビグビグだったけどね、そういう意味では本当に良かったなと、皆さんにそう思っていただけるように、うん、あの発表前も発表後も活動して、うん、改めていきたいなというふうに思えた、ね、5月でございました。本当になんかあの自分たちがこれ発表するとはね、あの時が来ると、あ発表したけども確かに、ね、なんかまだ実感もそんなになくて、わ、うん、かる超わかる、うん、っていう感じなので、うん、まだこう会えるか、それこそ時期間はあるし、会える人は、まだ会えると思うので、うん、あのまあ悲しい気持ちももちろんあると思いますけど、うん、できるだけ悲しまずハッピーチップのライブ、うん、楽しみに来ていただけると嬉しいなと思っております。 それでは、まあ、今日のテーマはね、うん、雨じゃない雫でした、雫ね、うん、雫というか、なんかこの曲はミオの中で、うん、雫とかを連想させる感じの、うん、それこそ懐かしい感じの曲で、うん、なんかもう悲しいことを飲み干してやるわって感じで、飲み干す、うん、そうそうそう、うん、みんなももうなんていうの、これもチリップの引退発表も、うん、もうグビグビっと飲み干してもらって、そうだね、いいね、そしてもうあとのライブしっかりと楽しんでいただけるように、うん、ちょっとこの曲、まあちょっとテーマはね、うん、あのそういう恋愛系なので、あれ系なんだ、歌いとかそういうわけじゃないけど、うん、もう有名な曲ですけどね、あのなんかちょっとみんな忘れて、うん、まあ、進もうぜみたいな感じで、ちょいポジな、ちょいポジなんだ、まあ、切ない曲ですけれど、ね、うんうんうん、選んでみましたので早速聴いていただきたいと思います。それでは今日の1曲目、フレージョンメモリーグラス。チェリップのブーブーブー、ふむ。それでは後半は皆さんからいただいたメッセージを読んでいこうと思います。よし、ラジオネームカード戦士ライトパパです。ありがとうございます。早速言うやん。まゆさま、みおちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。5月25日と26日のイベントに参加しました。最初のライブ、混ぜるな危険ライブ編は本当に危険でした。
カード戦士アーネストの小芝居になぜかステージ上から指名されて巻き込まれました。せっかくだしここはその流れに乗っかって演技をしてみました。ここまではまあ良かったんですが、問題はキヨキヨでした。以前私顔は覚えてるんですけど名前が覚えられないんですよって言ってたキヨキヨになぜかライトパパと名指しされパフォーマンスに巻き込まれなんだよこの日。せめてケンタッキーではもう恥も外文も捨ててキヨキヨの踊りに必死についていきました。全力で踊ったおかげでなんか翌日も含めまだ4つイベントが残っているのにもうぐったりだろうな。あまりの衝撃的な出来事だったので細かい記憶は飛んじゃってますが、みおんちゃんもカメラを回したらしい撮影班の動画が YouTube にアップされるのを楽しみです。そのおかげで楽しい2日間が過ごせました。スタッフさん演者さんなどの関係者の皆さんありがとうございました。だっていやもうあれはねでもたまりませんよね、好きな人から、ずるいですよ。あれやばくね、あんたばっかりやん。あの日もう別料金いただきますよ。本当別料金本当いる。いやわかりやすく言うと、うん、あのカード戦士まずアーネストが3人、ね、まあ、架空のね、うん、アニメカード戦士ヒダセリナっていうアニメの主題歌とかどんどん歌っていくっていうね、うん、みんななんだけれども、あのなんかこの米子遠征から MC を寸劇にして、うん、だからライブ時間30分あったら30分一つの物語として、すごい面白い、曲を歌っていくっていう風にね、うん、あのしてみたらしいんだけど、うん、で心のねだからカードがある、うん、あるっていう設定でみんなに、うん、でそのカードが染まって悪くなってしまう、ね、黒くなってしまった悪に染められたやつと浄化するっていう、あの設定があるから、その心のカードを黒く染まってしまった人の役を、うん、ライトパパがご本人役で、そうそう黒くなっちゃってたみたいだね。指名されました、あなた心黒くなってるわよって、そうそうそう、で悪の心に、うん、そう歌いながら浄化されていく、見事にそれに乗っかってちゃんと演技をすると。本当やばいよね、あれだって中央になってスーンとおったもんな、そう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 、そしてさらに、まあ、それをキヨキヨも見ていったので、うん、あの人いけるわと思って、これは面白いと思ってな、目の前でずっと踊られてましたから。あれ全然意味わからん光景だよな。本当にすごかった、楽しそうに本当。いやでも米子だからできるやつだと思います。そうね、確かにね、米子のみだよな本当。びっくりびっくり、もうミオンたちもね、うん、どうしようかと思ったもん。いやもうすげえ大爆笑や。でもあのキレの良さ、アライドボーのダンスのキレの良さ、お尻がすごい良かった。でもあそこまでね、うん、吹っ切れてやれるっていうのは本当にすごいことだし、うん、なんかミオンたちもなんか負けてられないなと思ってた。いやほんまそれ、エンターテイナーだった、うん、ほんと楽しかった。でもあれは見てて、だから今度またなんか指名されるかもしれない、まだ来たいって言ってるので8月まで、うん、あ指名される覚悟をみんな持ってね、しっかりとね、そうそう、恥なんかあのキヨキヨとそうアーネストのみんなに会いに来てほしいなと、そうやね、思っております。うん、ありがとう、ありがとう、センキュー。そしてラジオネーム匿名希望です、ありがとうございます。あざす、キョイマヤ様23歳おめでとう。藤井さんこんばんは。こんばんは。アホの言葉でかけられてたのが夏の終わりに溶けてしまう、寂しくなるなー、だってなんかすごいいい感じに言うな。なんかエモみがある。エモみ、やあと溶けてしまう、なるほどね。いやエモみのある、なんか最初最近だからさ、アルバムをね、うん、作るっていう話になって、そうそう、そのインタビューしていただくこともあって、ね、その最初のねファーストシングルの話とかすることがあって、うん、でも最初にあの、うん、チェジチェリップ魔法の言葉って書いてきた時の衝撃よ。いやあれは衝撃だったよね。え、魔法の言葉っているのかな、あのニョロニョロの部分、ニョロニョロいるみたいな。しかもチェジチェリップだからな。いやなんか元はといえば、うん、なんかミオンが、うん、なんか仮歌の歌詞を聞いて、うん、そのなんか魔法の言葉みたいなのが元々入ってて、うん、でなんかチェジチェリップ、まあ、チェリップっていう言葉が、うん、まあ、魔法の言葉、みんなをつなぐ魔法の言葉になって、うん、そのチェリップっていうのを中心にいろんなことが起こるといいなみたいな歌詞に、うんうん、これだったらできますねみたいなのを、うん、なんかマスミさんに話した気がするのよ。でそしたらなんかマスミさんもそれを多分聞いて、うん、いろいろ考えて歌詞を、うん、ピエールさんと相談して作ってくださって、うんうん、すごいなんかいい感じの、まあ、ちょっと言ったらすごいめっちゃ可愛いけど、うんうん、いい感じの歌詞上がってきたなと思ってタイトル見たらチェシリフ魔法の言葉入ってた、全部入ってた、聞いてるかな、聞いてくれ、うん、本当だよ、そうそうっていうことがあって、うん、まあでも言ったらあれほど
名前を連呼してキャッチで、ね、うん、っていうデビュー曲がなかなかないと思う。ご紹介よね、本当にね。そうそうそう、びっくりのびっくりでしたけれどね、うん、当時は。でもあのアルバムに入る曲はですね、うん、もうそれを超えるもうマユとミヨンゴリゴリの推しの本当にチェリップにしか、ね、チェリップにしか歌えない。いや本当にチェリチェリップを彷彿とさせる、うん、ダサかっこかわいいパーティーソングができる予定ですので。いやあれ実はめっちゃかっこいいよ多分。ほんとあのハロプロさんと一緒の中で突き抜けたら全部かっこいいんですよ。そう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 、そうなんだよね。そういう感じ、うん、あれは聞いた時びっくりしたよね。歌詞はマジびっくりした。みんなもびっくりすると思うけれども、うん、でも本当に最後のアルバムに入るのにふさわしい。いや本当に思うそれは。一曲しかもチェリップ、うん、本当チェリ歌詞聞いたわけ、チェリップにしか歌えないやつができましたので、うん、もう意味がわかると思う聞いたら。ぜひレコーディングもつい先日終わりましたので、ほんま、ね、あとはお披露目と音源化、ぜひ皆さんもう少し待っていただけると嬉しいなと思います、うん、なので活動引退しますけれども、魔法は別に解けませんので、皆さんかかったまんまです。曲はそのまんまずっとあります。かかったままですので、うん、ぜひぜひ魔法解けずにチェリップのことこれからもまだありますしね、うん、ずっと好きでいてくれると嬉しいなと思っております。うん、ね、それでは、番組メッセージを募集しておりますので、そちらもお知らせしていきましょう。まずメールは798@darazfm.com、 ファックスは0859-21-7878です。皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで、まあチェリップもね、うん、引退ですけれども、ね、世間ではまあアイドルさんだったりもうアーティストさんもそうですね、うん、多いね。引退とか解散というのは本当に、うん、まあ、自分たちが発表したからというのは余計にこう耳にすることが増えたなと、ね、敏感に、うん、なっているのかなと思うんですけれども、うん、もうミヨンのね好きな、うん、それね、バンドさんというかアーティストさんが、うん、本当にびっくりした、ね、もう突然解散を発表されまして、うん、この番組でも何回か、ね、曲を流したんですけれども、前たちと近いよね。もうそう7年くらいってそう行ってて、しかもその最後のライブは9月5日くらいだったかな。そうそう、ね、9月のそのぐらいだよ、初めの方だった、うん、そうそう。っていうことでなんかまあご縁じゃないですけれども、まあ言ったらそう、感じもそうそう、やっぱりちょっと被ってるからどっちも好きだって言ってくださる方も、うん、やっぱいらっしゃったので、なんか変なご縁を感じて、でやっぱりなんかこう自分たちが寂しいなって受け取る側になると、皆さんの気持ちもね、うん、なんか改めて分かって、そうだね、逆にね、気持ちになったりもしましたけれども、うん、それこそ今日のねテーマ、雫にぴったりの雨の曲をそれですので流していきたいと思います。いい、ね、それでは今日の2曲目、シギージュニア Keep on Raining。 OK。さあ、チェリップのライブの告知していきますよ。今日はミヨンが一人でね、米子ジミンさんの早々主催するイベントに出演していただきました。明日は二人仕事がありますよ。福岡です。なんとですね、チェリップとしてもですし、ミヨンがこちらもまた一人で、ガレットさんのね、2曲、ジャジャマと呼ばないでの選抜メンバーに選んでいただきまして。うわー、それ緊張するな。こっちも緊張するわ。そうそう、ミオも2日間死ぬんじゃないかっていうあのイベントがございます。で、やっぱりね、なかなか九州もこれからいつ行けるか分かりませんので、ね、近くの方遊びに来ていただけると嬉しいなと思います、うん、そして次の週15日は、うわー、ついに来ましたね、ミオのお誕生日の定期公演があります、うん、15日やね。はい、ぜひ、まあ、アイドルとして最後の生誕、うん、そうだね、しあとチェリップの2人としてもどっちチェリップがやる生誕ライブとしてもとしては、ね、ラストだと思いますので、そう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 、皆さん遊びに来てください。詳しいことはチェリップと検索してください。よろしくお願いします。では一つでも多くのライブで皆さんとお会いできることを楽しみにしながら、うん、今日はこの辺で、せーの、おやすみなさい。まゆです。ヨンです。取り合わせてチェリップでした。バイバイ。